大男の話、著新見南吉、朗読青木荘。大男とお母さんの住んでいたところは、ここから大変遠くのある森の中でした。大男のお母さんは恐ろしい魔女でした。ほらわしのような高い鼻や蛇のような鋭い目を持ったあの恐ろしい魔女でした。それはあるお月夜のことでしたよ。魔女と大男が眠りについた頃、誰か家の外から戸を叩きました。大男が起きていって戸を開けてみると、二人の女が一人の少女を連れて立っていたのです。この方はこの国の王女様です。私たちは侍女なんです。今日森へ遊びにお姫様をお連れ申しましたところ、道に迷ってとうとうここへ来てしまいました。どうか今晩だけ宿を貸してください。と一人の女が言いました。すると奥から、どうぞ、むさいところですが、ゆっくり休んでください。と、魔女が優しい声で言いました。そこで三人は、中へ入って休みました。翌朝、大男が目を覚ましてみると、二人の女は黒い鳥に、お姫様は白鳥に変わっていました。それは魔女が魔法でそうしたのです。魔女は大男の止めるのも構わず、三羽の鳥を窓から投げ出してやりました。三羽の鳥は飛んでいきました。けれど、白鳥は夕方になると悲しげに泣いて、魔女の家に帰ってきました。大男は不憫に思って、こっそりと白鳥を飼ってやることにしました。昼間は野原へ放ってやって、夜は自分のベッドの中で寝させました。大男が大きくなるにつれて魔女は、だんだん年をとって、ついに動けなくなりました。それで毎日ベッドの上に横たわって息子の大男に魔法を教えました。けれどその魔法は皆人間を種々の鳥獣に変えるものでした。そのうちに魔女はますます弱って、もう死にそうになりました。この時に魔法を解く方を聞いておかねば、あの白鳥はいつまでたってもお姫様に帰れないと思ったものですから、大男は魔女の枕元によって、今までお母さんは人間を種々の鳥獣に変える方を教えてくださいましたが、まだ魔法を解くことを教えてくれません。どうか教えてくださいと頼みました。では教えましょうと魔女は言いましたが、もう息も切れ切れで、声は蚊のようです。お母さん、はっきり言ってください。大男は魔女の口元へ耳を持っていきました。その鳥獣が涙を流せば元の姿に帰るよ。これだけ言うと魔女は頭を垂れて死んでしまいましたよ。大男は死んだ魔女を白い缶に収めて、ヤシの木の根元に埋めました。そして、すぐ白鳥を連れて森の家を出ました。大男は都へ登ろうと思いました。途中でどうかして白鳥に涙を流させようとしました。頭を叩いたり、
お尻をつねったりしたのです。けれど白鳥は、決して一滴さえ涙を出しませんでした。ただ悲しそうな声を上げたきりでした。おしまいには、かわいそうになって、大男はいつの間にか白鳥に頬ずりをしていました。そして大男の目に涙がありました。大男は夜となく昼となく歩き通して、家を出てから7日目に目指